しばらく野良マルチしない方がいいよ。なんで？なんかバグってんの？なんかバグってアカウントがやばくなるとかそういうのあんの？しばらく野良マルチしない方がいいよ。なんでなんだろう。よろです。ちゃちゃまるさん。あー、ちゃちゃまるさん。はれさん。にいろさん。よろしくお願いします。行くか。な、マルチなんでやっちゃダメなの？わかんないな。アカウントが汚されるのかい。オブジェ削除。オブジェ削除ってどういうこと？なんか今マルチプレイやったら都合が悪いことが起こるのか。怖っ。オブジェクトが消えるバグがある。オブジェクトっていうとあれですか、原神のマップにある家とかが消えるってこと？オブジェクト別にそんな運営が直してくれるくね。そんななんか私が原神やる上で未来永劫消えない跡が残されちゃう。あ、元素石碑が消えたりとか嫌がらせしてくんのか。秘境の受け取る機が えぐ。そんなバグがあんの今。マルチやらん方がいいんだ。バグというかなんかチーターな香りがしますけどね。それバグじゃなくて悪意ある人がチート使ってそうやな。それ行こう。怖いわね。秘境が消える、厳選できない。それは永遠にもう一回入り直したら復活するとかない？それはもうディルックのバグよりも早急に対応しなくちゃいけないな。まあだとしても、まあ、いっちゃんやばいバグだからそれは、すぐ直してくれそうですけどね。チートだね。そうだね、チーターマジで消えてほしい。まあ、チーターは私大嫌いだわ。ゲームが思んなくなるからな。ゲームの寿命が縮むんだよね、チートが増えると。私が今までやってきたゲームで一番チートいくかったの何かな。レインボーシックスシリーズかな。チートひどかったのはエーペックスは私そんなやらなかったから。シージが一番チーターにやった気がするな。バトルフィールド5は懐かしい。バトルフィールド5のチートはえぐいね。絶対勝てないね、あれ。どでけえ建物を、もうビルとか貫通して弾丸が飛んできて、ライトマシンガンズルルルって連射しながら、でっかい建物を貫通して、頭にスココココココンって頭立って、ポテンって死ぬから。あれはやばい。BF はまあまあまあ、おったな。フォートナイトはチートあんま見ない気がする。そう、運営がマジでチート対策してるゲームはマジでチーターはすぐに逃げ出しになるイメージある。 PUBG は一時期やばかった。あー、腕が伸びるバグやろ。チートか。 PUBG っていうね、プレイヤー&オンズバトルグラウンドっていうね、まあ、バトラーブームを作ったね、まあ、いっちゃん王道のサバイバルゲームみたいなのがあるんですけど、あのゲームのチートはおもろかったね。おもろ許してダメなんだけど、リーンができるんよね。リーンって言って銃を撃つときに体を右に傾けたり左に傾けたりするぐらいちょっと操作がちゃんとしてるゲームなんですけど、腕伸びるよね。あれチーター腕伸ばしてきて腕だけ出して銃撃ってくる。あれはね、良くなかったね。まあそんな感じです。まあチーターはゲームの寿命縮むから許してはおけないけど、いや原神のそのマルチプレイバグはちょっと嫌ですね。早く対応していただきたい。なんならディルックのバグよりもひどいかな。でもな、一回出て入り直したら治るんでしょ。なら大丈夫だと思うけどな。あ、治らないの。まあそうか、対処してくれるでしょう。それでも